このビデオではパターの基本的なボールのポジションについてチェック方法をお伝えします。それではボールのポジションについてチェック方法をお話します。アドレスでのボールのポジション、基本的には左目の下にセットしてください。ここでまず今自分が構えているポジションで、アドレスを作ってください。今このポジションで構えているのに対し、前傾角度そのままにし、左目の下に、ボールを右手で持ってください。この目の下からボールを離します。このようにしてボールとボールがぶつかればボールのポジションは OK という形になります。今、実際私がやった場合、少し今の置いているポジションよりも手前にボールが落ちました。なのでもう少し手前にボールをセットしてみます。はい、それではもう一度左目の下からボールを落としてみたいと思います。このようにボールとボールがぶつかるポジションを自分で探してアドレスのボールの位置を決定してください。以上でボールのチェック方法、ボールの位置のチェック方法についてレッスンを終わります。動画レッスンを最後までご覧いただきありがとうございました。三浦クラブです。あなたを会員サイトにご招待いたします。もちろん全て無料ですのでご安心ください。この会員サイトではまずはじめに知らなきゃ上達できないゴルフの基礎、ゴルフナレッジをプレゼントしています。77ページにわたるテキストと20分の動画レッスンでゴルフの基本は完璧です。基本をマスターすればかっこいいスイング、飛距離アップ、スコアアップなど全て手に入れることができます。ゴルフナレッジを手に入れることであなたのゴルフ上達のスピードは格段にアップします。会員サイトはそれだけではありません。ドライバー、アイアン、アプローチ、バンカー、パターなど YouTube での動画レッスンよりもさらに細かく丁寧にレッスンしています。随時いろんな情報をアップしていきますので楽しみにお待ちください。会員サイトへのアクセスは簡単です。 YouTube 画面下のこちらの URL をクリック、メールアドレスとあなたのお名前を入れこちらのボタンをクリックしてください。登録は完了です。3分以内に会員サイトへの招待状をメールしますので確認してください。万が一招待状が届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合やアドレス入力間違いがありますのでご確認ください。会員サイトではあなたのゴルフを革新させるレッスンばかりです。期待してください。それではあなたのお越しを心よりお待ちしております。